乾燥運転終了後、洗濯物を取り出すまでふんわり感を保ちたいときは、ふんわりガードを設定してください。乾燥運転が終わった後も、12秒間の攪拌運転を5分間隔で約2時間運転し、ふんわり感を保ちます。設定手順を説明します。電源入りボタンを押します。乾燥コースボタンを3秒以上押し続けます。設定内容を音声でお知らせします。ボタンを3秒以上押すごとに、ふんわりガード設定、ふんわりガード解除と切り替わります。音声を聞いて、ふんわりガード設定を選びます。設定が終わったら、電源切りボタンを押します。一度設定すると内容は記憶されますので、運転のたびに設定する必要はありません。変更したいときは、説明した手順に従って、再度設定し直してください。運転中は表示部に000が点滅します。ドラム槽が回転しているときは、ドアがロックされているため、一時停止ボタンを押してからドアを開け、洗濯物を取り出してください。